今日ちょっとどうですか、まあ、一旦はちょっと8番手にはなりましたけど。そうですね、うん、まあちょっともう緩んだ8番手になっちゃったんで、うん、あとはもう緩んだとこか、うん、まあとりあえず行けるとこと思って、うん、もう行ってみただけで、うん、そしたらまあ、うん、今日はまあ行けたっていうだけで。和也さんにしても、はい、原健が仕掛ければそれついていってまたそこからの勝負かなと思ったら、はい、そうですね、思いのほかそのやっぱ原田君もなんかこうなんかこう、うん、波にこうなんかこうわーってなってたんで、なんかその間に行けるかなと思って行ってみたら、まあ、出れたんで、はい、あとはまあ、うん、もう我慢してよかったです感触的なものはああもう感触はまあなんかまあ緩んでたのもあるんですけど、うん、まああの回せたというか踏めたというか、うん、はい、だったので感触は良かったです。昨日よりなんかより良かったです、うん、まあ、ちょっとその昨日からさらに振り返ると1年前じゃないですけどエボリューションでしたっけ。ああエボリューション、はい、あれ去年来ました、はい、相性的なものがそのここにあったのかなっていう感じ。いやでもいや、ね、去年はなんか1日だけだったから、うん、なんかこう緊張もしせずって感じで、うん、はい、なんか お祭り感で来たんで、うん、はい、そうなんですよね。だから7なんですねすいません今日はちょっと買ってあげない。いや今日来てないんで、来てない、残念ながら今日、はい、来てなかったんで買いたいけども、はい、買えなくなっちゃった。そうですね、残念ながら買えなかったです。じゃあ小島さんには他のところで恩返しできるは、はい、あ、ジョーが見てるよ日大の人たちはつながりが深いからそうですね、まあ、じゃあ日大パワーで、はい、明日も日大パワー、まあ、はい、頑張って頑張ります、はい、ありがとうございます。